紅茶。はい、ということで今日はですね、なんとあるものが届きましたということでね、こちらをね、開封していく動画になるんですけども、勘のいいガキは嫌いだよということで、1個前の動画でね、購入品紹介とかをしたと思うんですけども、そちらでね、これ買いましたと、でもまだ今届いてません、次届いた時に紹介します言うたやつがあると思うんですけど、まあそれをね、見てない方はこちらの動画をチェックしてからこの動画を見てください。はい、ということでこいつはですね、今日ね、もう1本の動画になるぐらいね、最強のね、ものなので紹介していきますね。最強です。開封の儀、開封の儀していきます。いきますよ。はい、ということで、もう出ますよ、出ますよ、皆さん、いきますよ。32、1、ドーン。ということでこちらでございます。ホーランスケートのビッグボーイでございますね。うわ、僕も今これ初めて見たんで、めっちゃかっこいいっすね。色やばくない？結構かっこよくないですか？すげえすげえすげえ。おい、おー、すごいすごいすごい。マジポーランスは、よく見るやつっすね。色はこんな感じで、ダークブラウン、ダークブラウン、これよくないですか？結構ええ色してません？なんか普通のブラウンとかってなんかちょっとね、なんか目チカチカしますけど、なんかちょっとね、古びた感じの、錆びついた感じの色、いいっすね。でかいね、やっぱ。そんな感じなんや、ということで。まあ知ってる人も結構いると思うんですけど、やっぱね、ポールはめっちゃでかいっすね。見た感じでも結構このなんか渡りとかもだいぶ広い感じがして、でかく履けるんじゃないでしょうか。まあ丈感とかもまあまあありまして、しかもなんかこれ状態ええな。僕メルカリで買ったんですけど、これありがとうございます。状態が、とても良さげで、で僕ね、1個前の動画でも言ったと思うんですけど、サイズはですね、こちら S サイズですね。 S サイズを僕は着用しようと思いまして、もういろんな動画見たんですよ。この人何センチの何キロの人が、どれぐらいのサイズのやつを履いててとか結構見たんで、僕はもうちょっと大体多分間違ってないかなとは思うんですけど、僕は S を、選択しました。まあまあギリ M でもええんちゃうかなと思ったんですけど、 M はちょっとでかいんちゃうかなと思います、僕的に。結構ほんまにね、 S って書いてますけど、もうこの見た感じでね、でけえ感じがね、もうなんか普通の僕のパンツの中やったら結構ね、上位にでかいシルエットやと思う感じがしますね、今のところ。はい、まあ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 結構ええ感じになるんじゃないですかね。あとはもうね、メルカリとかやったらね、ここね、もう丈長いので切ってるやつとかもあったんですけど、僕はですね、このね、最初のやつを、普通のやつをね、買いましたということで。はい、まあ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 、僕はね、ちょっとね、最初は食べて履こうかなと思ってます。あとはロールアップとかしてね、履こうかなと思ってるんですけど、なんか生地的にはね、ちょっとなんていうやろ、なんか伸びるような感じっすよね。なんかマジデニムっていう感じよりかはちょっと伸縮性のある動きやすい感じになるんじゃないかなと思います。僕が持ってるリーバイスの560とかちょっとバチバチなんですよ。カチーみたいな感じなんですけど、まあまあ伸びはせんけど、なんか若干なんかキュッニュンってなってるような感じがしますね。なんか若干ほんまになんか柔らかい感じで、やっぱこのダークブラウンの色いいですね。かっこいいですね。やっぱね、黒とか、ね、薄いねデニムの色とかもね、ブルーのいいライトブルーみたいな感じの色もね、人気やと思うんですけど、ダークブラウンすごい惹かれましたね。いやー結構これいいんちゃうか、期待値高いっすね。ポーラースケートのね、ビッグボーイといえば、ここのね、コインポケットのところにこういうね、ポーラーのなんか刺繍でね、なんかポーラーくん、ポーラーくんっていうんですか、知らんけど、デザインされてるのが特徴でございますね。あとはまあここにビッグボーイのタグ、 S サイズのロゴがありますと。右後ろかな、右後ろにこのパッチですね、ビッグボーイのパッチがついてまして、ポーラーとはどこにも書いてないですね。ビッグボーイっていうのをね、結構主張してる感じのパンツになります。まああとはこのベルトループのとこがね、結構ゴツめになってて、横幅とかゴツめになってるんでね、パチってね、取れることとかもなさそうですし、結構作れやっぱりね、値段の分しっかりしてるかなと思います。まあ定価でも結構普通に1万ナムとかするんじゃないないでしたっけな、あとは分からんけど、まあ結構高めなパンツですよね。でまあ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 、僕はこれを2万3000、送料込みで2万3000とかで買ったんですけど、まあ今ねそれぐらいしてますよ。全部なんかメルカリとかで買うなんてもね、2万以上はねすることはもう結構覚悟でね買うのがね多いです。まあなんかその店舗とかでもし在庫とか残ってるんやったらもうちょい安く買えるかもしれないんですけどね。最近なんか僕はプボーイとか見て、たまにあるんですよ。僕はヘップの5回とかでたまに見たりとか、なんか残ってるやつあるやんみたいな感じで見たこともあるんですけど、僕のね好きな色とかはないです。黒とかはほぼなかったっす、マジで。変な緑とか、もっと材質が違う感じのステッチが残ってる感じのやつとかなんかよく見たんですけども、こういう感じのね定番色というか結構かっこいい色とかはね、あんまりね店舗とかで売ってるとこやっぱ少ないんじゃないかなと思いますね。なんでやっぱりねメルカリとかで高く買うのがまあおすすめです。まあ賞味ね、まあいや、まあまあまあちょっとこれ言っていいか知らへんですけど、価値高いパンツなんで、まあすぐメルカリとか出せばね買う人もいると思いますし、全然いいと思います。まあ時計と一緒で換金するみたいな感じでね、ホーラーにね2万ぐらいを換金するぐらいの感じ
感じで、買ってみてもいいんじゃないですかね。うん、僕はスケボーするんでね、まあ裾忘れてちょっと売れなくなってしまう可能性は大なんですけども、普通に履く分にはね、状態とか悪くなってもいけるでしょう。うん、ということで、めちゃくちゃね、かっこいいパンツなんでね、とりあえずこれね、何個か履いてね、ちょっと楽しんでいこうかな思います。うん、やっぱ着画見ないとね、皆さんあれですからね。うん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 。ということで、着画へ、レッツー、パオーということで、その前にちょっとだけね、近くで見せていこうと思います。さっき言ったね、これがね、ポーラーのビッグボーイくんのね、刺繍でございます。そしてこちらね、ビッグボーイのタグがありまして、S サイズっていうタグもありますと。こんな感じで。ほんで、後ろにね、こういうビッグボーイのね、パッチありまして、このダークブラウンがええですよね。この渋い感じがいいです。なんかね、デニム自体も結構なんかしっかりしてる感じありますよね。ほんで、なんかやっぱりこのね、黒がちょっと混ざってる感じがほんまにね、渋いですよね。この裾の部分とかも結構しっかりできててね、まあまあ結構いいパンツなんじゃないかなと思います。はい、ということでね、1個目のコーデこちらでございます。ということで、まあコーデというかね、このパンツをとりあえず見てほしいんですけどもね、やばくないですか。はい、これね、ちょっと裾に溜めてね履いてるんですけどね、この太さですよ。この渡りの部分とかね、この溜めて履いてる分のね、ちょっとね太くなってる部分とかもね、見てもらったらわかると思うんですけど、やっぱね渋いしね、これたまらんですね。うん、絶対みんなもね、僕の視聴者さんとかもね、結構ね好きなパンツやと思います。やっぱりね、ポーラービッグボーイはですね、すごい定番っちゃ定番なんですけどもね、めちゃめちゃみんながね、超愛するね、パンツでございまして、やっぱりみんながね、いいっていうだけのね、パンツだと思いますね。やっぱ他のパンツにはちょっと出せないこの感じがいいですよね。で、生地感もですね、さっき言ったみたいにね、バキバキじゃないというか、ちょっと硬い感じではないのでね、こういう感じでね、ゆるっとした、ダボっとしたね、柔らかいね、シルエットがね、出るのがすごいいいですね。古着みたいな感じでちょっとね、ゆるく履けるのがすごいかっこいいです。はい、ということでね、次はですね、ロールアップしたやつをね、見ていきたいと思います。はい、ということで次はですね、こちら、ロールアップをしてるんですけど、これはね、2回してますね。2回ロールアップした感じがこちらでございます。さっきとね違ってですね、この裾のとこに溜まってないのでね、まあシルエットがね、ちょっとストンとね、まっすぐ落ちるような感じになるんですけども、それでも渡りがこのね結構広めなので、こういうダボっとした感じもね、残しつつという感じで、すごいいい感じでございますね。ほんでやっぱこのダークブラウンですよね。この黒がちょっと混ざった感じがすごいね渋いというか、やっぱりね、茶色がね、主菜だとね、なんていうんですかね、若干ね、茶チー感も出ると思うんですけども、若干黒が入ったね、こういう錆びれた色みたいな感じのが僕はね、好みでございます。あとね、めちゃくちゃいい点としてはですね、古着とかで550とか560とかはね、太く履こうとするとウエストがめちゃくちゃでかくなると思うんですけど、ビッグボーイはですね、渡りとかね、作り自体がでかいので、ウエストはそこまででかくなくて、めちゃめちゃ履きやすいっていうのがね、すごいいいポイントだと思います。めちゃくちゃいいです。はい、ということで次はこちらでございます。1個目2個目はね、ちょっと A ラインっぽい感じで丈感短めのねトップスと合わせてたんですけど、今回ですね、ちょっと丈感長めのね、ダボっとしたシルエットの服と合わせてみました。こういうね、ダボっとしたトップスともね、結構相性いいんですけどもね、こちらのトップスなんとね、スーティーでございます。僕のブランドでございますね。こちらのスーティーのパーカーなんとね、2月の24から26のこの3日間でね、僕シープで古着屋職場体験をするんですけど、3日間ね、その時にね、皆さん来てくれた人限定でね、売ろうと思ってますのでね、こちらめちゃくちゃ熱いので絶対来てください。その3日間マジでリアルにサイズ感といい、デザインといい、バッチバチのやつ出来上がってます。ということでね、このもう1個のね、種類のパーカーがあるんですけど、そちらと合わせてね、なんと50着限定なんで、もう1種類の方もね、めちゃくちゃかっこいいんでね、ほんまにめっちゃ熱いの出来上がってるんで、ほんまにね、みんなと会いたいし来てください。はい、ということで、ありがとうございました。ということでね、バッチバチのパンツでした。はい、ということでこの限定パーカー2月24、25、26マジ限定なんで、そこでね、入手してください。バーイ。